皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、もう一度おさらいしよう、宝塚観劇への道ということで、いやね、本当に最近またね、宝塚のチケットのその取り方を教えてくださいっていう質問なんかがね、 DM とかあとはコメントとかでね、よく聞かれることが多くって、SNS とかでもね、今盛り上がってるじゃないですか。で、 RR ファンの皆さんが星組公演をね、こう劇場とかライブ配信で見て、そのすごく宝塚ファンになってくださったっていう投稿とかを見てますし、ハイアンドローね、今やっていますけれども LDH さんと、でそれに出演しているその戦火の南舞斗さん、マイティと瀬尾ゆりやさんね、瀬尾っちがめちゃくちゃ頑張っていて、本当に素晴らしい舞台を繰り広げていて、その魅力と頑張りとあとビジュアルの素晴らしさで LDH ファンの皆さんを虜にしているね、このもうそういった異文化交流みたいなのがすごい積極的に行われていて、今宝塚ファンになってくださることがめちゃくちゃ多いんですよね。で、そういった方々も多いので、今一度ちょっとね、チケットの入手方法について皆さんにね、シェアしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まずはこちら、宝塚友の会ですね。で、友の会にね、入るっていうのが、まあやっぱり一般的な手段なのかなとは思います。で、その宝塚友の会っていうのは、宝塚歌劇団全体のなんかファンクラブみたいな感じなんですよね。で、入会金が1000円。で、一般会員とウェブ会員とに分かれていて、一般会員っていうのは、その、電話でもネットでも購入ができる人。で、ウェブ会員っていうのはもうその名の通りネットの販売のみということなので、ちょっとね、年会費が変わってくるんですよね。で、一般会員は2500円で、ウェブ会員が1500円の年会員と、年会費となっています。で、この友の会に入るにはどうしたらいいのかっていうと、宝塚の公式サイトから申し込みすることができますので、まあ、そこからね、お申し込みしていただいて会員になってもらうっていう流れになります。で、まあ、どういうね、特典があるのかっていうと、やっぱり友の会に入ってる人たちは先行販売があるんですよね。なので、一般販売よりも先にそのチケットを入手することができるっていうのは大きいですし、宝塚友の会の会員だけが参加できるイベントとかもあるんですよ。例えば新人公演のステージトークとか、そういったものは友の会の人しか参加できないので、こういった特典もあります。あとはチケットとかグッズの割引が受けられるっていう特典があったりとか、大劇場内の各施設、あとはね、宝塚ホテルでのその優待が受けられるっていうのもこの友の会の特徴になります。あとは雑誌ですね。月刊誌のあの、歌劇とか宝塚グラフ。これを、ま、定期購読することによって、ステータスもね、上がっていくような感じにもなると思います。なので、なんせでもね、友の会に入ると、やっぱりステータスが命なんですよ。ね、皆さんよくね、エアライン、航空会社とかだと、マイレージをね、貯めるための、よくやってるじゃないですか。ポイ活みたいな感じで。ね、マイレージを貯める、活動をしてステータスをどんどん上げていったりとか守っていくっていうのが必要なのと同じで、宝塚友の会もやっぱりステータスが大事なんですよね。なので、ステータスを一生懸命上げて落とさないでキープするために、もうとにかく抽選に申し込むとか、グッズを買うとか、皆さんすごくね、日々努力されているので、こういったことはね、必要になってきますし、まあ、友の会に入ったからといって必ずしもチケットが取れるわけでもないんですよね、またね。だから、まあ、取りやすい先行販売とかがあるっていうのが、まあ、一番利点であり、でも友の会とはいえ、なかなかお友達になってくれないのも宝塚友の会ってね、ファンの方が言ってるぐらいなので、まあ、確実に取れるかって言われると、取れる可能性の方が高いぐらいかなと、うん、思っています。はい。さあ、そして次の手段はこちら。各生徒さんのファンクラブですね。で、これは、まあ、非公式とはなっていますけれども、まあね、生徒さん、主なスターさんたちには、それぞれね、施設のファンクラブがあります。で、大好きな生徒さんがいるっていう前提ですよ。もうこれは。で、その人のことを、もうもっと深く、もっと熱く、その人のことだけを応援
明したいっていう人にはとってもおすすめじゃないかなとは思います。で、非公式とはいえやっぱりファンクラブが持っているチケット、割り当てられているチケットも多いですし、あとはまあチケットがだから取りやすいですよね。でも全生徒にファンクラブがあるわけではないので、やっぱりこれは各組の主なスターさんだけ、あと上級生の男役さんがほとんどですかね。で、どういった方法で入るかっていうと、まあ、ね、大好きな生徒さんにお手紙を書いて、ファンクラブに入りたいですっていうと、そのファンクラブの代表さんから案内が、ファンクラブの案内が届いたりもしますし、各劇場でね、こう、チケット出しされてるじゃないですか、ファンクラブの皆さんが。で、そこに行って、こう、ファンクラブに、入りたいんですけどって言ったら、ファンクラブの案内をもらえるので、まあ、そういった感じで入会する方が多いんじゃないかなと思います。で、年会費とか入会金っていうのは、まあ、生徒さんそれぞれなので、各生徒さんのそこで聞いてほしいなと思いますし、まあね、ファンクラブに入ることの利点って、もちろんね、チケットが取れる可能性が高いっていうのもありますけど、そこでしか買えない、その大好きな推しのグッズが買えたりとか、あと、ファンクラブだけの特典って、ほんとあるんですよね、いっぱい。だからお茶会に行けるとか、その本人からのボイスメッセージが届いたりとか、なんかね、お礼状が届いたりとかもあるじゃないですか。で、それってファンクラブに入ってないと、もちろんそういうね、特典もないので、本当に大好きな生徒さんがいるんだったら、ファンクラブに入るっていうのはいいんじゃないかなって、私は応援するために、いいんじゃないかなと思います。ただ、このファンクラブに関しては、私は絶対にやっていけないことっていうのが、あると思ってて、それは本当にチケットを入手するためだけに誰かのファンクラブに入るっていうのを本当にやめてほしいなと思っています。で、これは、その生徒さんにもめちゃくちゃ失礼だと思いますし、そのファンクラブの他のメンバーさんはその生徒さんのことを一番大好きで、めちゃくちゃ大好きで応援したくて入ってらっしゃる方々ばっかりじゃないですか。そうするとその他のメンバーさんにもめちゃめちゃ失礼ですよね。なので本当にチケットのためだけに、なんか生徒に手紙を出したりとか、ファンクラブに入るっていうのは、私的にはとっても NG な行動だなって思うので、やめてほしいなと思っています。はい、では次の方法はこちら、宝塚公式販売、宝塚歌劇ウェブチケットサービスですね。で、これは、公式のチケットサービスなので、宝塚の公式サイトから購入することはできるんですけれども、友の会の会員以外の方ももちろん利用できます。もちろん利用できるんですけれども、どうしても友の会が先なんですよね。なので、友の会の先行とかでもう、本当に、数がね、かなり少なくなっていたりとか、売り切れている場合は、その一般販売にほとんどチケットが回ってこないっていうことも多いので、なかなかね、これで購入するっていうのは、特に東京の場合はもうほぼ不可能に近い状態だと思います。まあ、大劇場だと若干ね、出てくることもありますけれども、それでも本当にわずかかなっていうふうに思います。で、あとは、こちら。宝塚歌劇公式チケトレーですね。で、これはチケットのリセールサービスですね。で、もちろん公式なものなので、宝塚の公式サイトからチェックすることはできるんですけれども、本当にね、これ出品されたらすぐ売れていくので、もう秒で売れていくので、ずっとチェックしてないとなかなかね、購入するっていうのは難しいのかなというふうには思います。はい。でもこういうサービスがあるっていうのはね、事実なので、まあ、ね、チケット取れたけれども、友の会で取れたけど、行けなくなったので、チケット連打してる。それを買ってもらう人がいるっていう感じで、まあ、リセールサービスもあるので、チェックしてみるのはいいかなと思います。はい。さあ、そして次の手段はこちら。各プレイガイドですね。で、これはチケットピアさんとか、ローソンチケットとか、あと E プラスとかですね。で、貸切公演の先行抽選とかがあるので、これはね、もう皆さんね、本当にスタートすると同時にどんどん申し込まれてる方が多いです。うちのメンバーさんたちもそうですね。で、あとは別箱公演の一般販売とかもあるので、こまめに見ていると案外、その全国ツアーとかだと、地方の会場のチケットが販売されてたりもするので、こういうところの各プレイガイドのチケットサイトも見ておくといいと思います。はい。そして次がこちら。クレジットカード会社
ですね。で、これはね、やっぱりね、もう皆さんご存知のビザ、そして JCB、セディナとかは貸切公演がね、用意されてたりもしますし、ダイナース、あとエポス、あと三菱 UFJ ニコス。このあたりは、優待枠のね、販売がありますので、まあ、クレジットカードね、お持ちの方は、それらをね、しっかりとチェックして、抽選に申し込むといいと思います。はい。で、次は、こちら。各旅行会社の感激プランですね。で、これに関しては、まあ、阪急交通社さんがね、主な感じにはなっていますけれども、その他でもね、ほんとすごく小さな旅行会社さんが、その、宝塚感激ツアーを企画してたりもするんですよ。なので、こういうのもこまめにね、チェックしているといいんじゃないかなと思います。で、あとは、こちら。各スポンサー企業のご招待。ですね。で、これに関してはよくね、スーパーとかで見つけることないですか？なんか食品見てて、ハムとか、それこそね、で、東丸醤油とか、あとゼリーとか、ね、皆さんそういうのですごい見つけてらっしゃいましたし、あとはその、上野本さんとか、あとは岩谷産業さんとか、そういった企業の、スポンサー企業のご招待の講演とかもあるので、一生懸命ね、うちの YouTube のメンバーの方々もハムめっちゃ食べたりしてましたけど、そういうのでね、一生懸命頑張って応募してる方々も多くいらっしゃいます。はい。そして、最後はこちら。宝塚ファンの仲間を作るですね。もうね、これが一番私はね、本当に最強だと思っています。やっぱり宝塚ファンって、仲間同士で助け合う風潮にあるんですよ。もうもちろんね。で、情報量がものを言う世界だと思うんですね。チケットに関してももちろんそうですけれども。推し活ってやっぱり情報量じゃないですか。で、何事も情弱の方は損をするもう世の中だと思うんですよね。情報弱者は本当に損をする世の中だと思うので、宝塚ファンの仲間が多いことで、こう、いつからどんなチケットが販売されるのか、抽選が始まるのか、抽選の申し込みができるのかとか、そのチケットの申し込み方のコツとかもあるんですよ。そういうのを知ってるってすごい強いんですよね。なので、そういうことを教えてくれる仲間がいるっていうのも大事ですし、その、そういった仲間からチケットのお誘いとか、お譲りとかっていう情報も来たりもするので、やっぱりね、宝塚ファンは宝塚ファンの仲間を増やすっていうのが絶対に最強です。一番だと思います。なので、割とね、声をかけてみると周りにね、宝塚ファンの方がいたりもしますし、そういうコミュニティに入ってみるのもいいんじゃないかなと思っています。はい。ということで、今回はチケットの入手方法について皆さんにね、今一度おさらいをさせていただきましたが、いかがでしょうか？今回の動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは、今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。